先発則本立ち上がりをご覧いただきます。このところ、まあ、初回失点が続いている則本ですけれども、今日は先頭の福田、ショート小深田、いいプレーでした。2番に入っている大城、三振で2アウトです。そして3番の中川圭太を迎えます。この中川も打ち取って、今日は初回ゼロで終えた安定したピッチングを見せた則本立ち上がりでした。さてバファローズ先発は山岡です。その山岡から2つのフォアボール、2塁1塁で当たっている島内、今月絶好調の島内がライトへ先制のタイムリーヒット、1点を先制します。2回です。この回は4番の吉田正尚、1塁線を破っていきます。で吉田正尚2塁を狙ってライト5号から素晴らしい選球が2塁に行きました。今日スタメンの小郷、守備でいいところを見せます。でこの後ランナー1人出しましたけれども、石村をサードゴロに打ち取った則本です。その則本4回です。大城、中川圭太、連打でピンチ、ノーアウトランナー2塁1塁で4番の吉田正尚。バファローズはこの回3連打、吉田正尚逆転のタイムリーヒット、2対1リードに変わります。さあその裏です。先頭のギッテンスが出ます。そして鈴木大地も続きます。これでチャンスを作って、そして小郷が送って、ここ動きます太田のところ、渡辺義明代打で初球を捉えての逆転タイムリー、3対2とまたイーグルスリードと変わりました。さあそして5回からは継投です。2番手安楽、チームをゼロで終えました。そして3番手宮森です。この宮森も素晴らしいピッチング、1イニング3人で終えるというマウンドでした。今日もゼロで終えた宮森です。さあそして7回は孫です。この孫も打者3人ゼロで終えました。そして8回は西口です。ワンアウトから福田にヒット、2番の大城、しかしここはセカンドゴロ、ダブルプレー取りました。さあこれで1点リードで9回です。松井裕樹です。ワンアウトから2つのフォアボール、2塁1塁で、この後足立三振で2アウトになって西村、この渡りが右中間フェンスまで行きました。逆転のタイムリー、西村タイムリーツーベース、4対3で平野佳久9回マウンドです。その平野からランナー2人、チャンスを作りましたけれども、最後は銀次三振でゲームセット、4対3イーグルス今日は痛い9回逆転負け、6連戦カード初戦バファローズが勝利を収めています。